クが行くよ、フォトリップ、今回は美瑛にやってきました。いや、やっぱり気持ちいいね、この雄大な自然、そして空気が美味しい、前回来た時はもっとこう色鮮やかでお花とかあったんですけど、なんかもう土が見えたりとか、これからもっとね、お花が咲いていくんだなっていうのを感じます。地元の人がどんなところを美瑛好きかっていうのを今回は聞いてまいりたいなと思います。でもやっぱり地元の人だから美瑛はみんな好きなんじゃないですか。もちろんその美瑛愛みたいな、美瑛愛を地元の人に聞いて、さらにこう美瑛をしていく旅ってことですね。はい、それでは美瑛の旅行ってきます。札幌から車で2時間半の美瑛町、なだらかな丘に作られた畑の景色が魅力的。寒暖の差が大きく、美味しい野菜やフルーツが採れる町です。まず向かったのは JA 美瑛が運営するアンテナショップ。地元の美味しいものが揃った美瑛専科です。はい、どうぞ。こちらが美瑛産の牛乳を使ったソフトクリームと、美瑛産の小豆を、あんこですね、あんを乗せたソフトクリームになってます。わーい、どうぞ召し上がってください。嬉しい、ありがとうございます。美瑛産の牛乳を使ってるんですか。そうです、はい。そうなんだ。搾りたての生乳を毎日、入れて、その日のうちに仕上げてます。じゃあどうぞ、早速いただきます。うん、うん、おいしい。濃厚で、しかもクリーミー。そうですね、これ一緒に、あんこも一緒に食べてみてください。本当だ、はい、小豆、小豆です ね、はい、美瑛産の朱鞠小豆という。朱鞠小豆、うん、なんかもうコクがあって噛むほど甘いですね。ありがとうございます。美味しい。うわ、ちょ、高級な味が。あ、ありがとうございます。すごい美味しい。止まらない。アイスクリームで本当大好きで。あ、そうですか。毎日でも食べたいくらい大好きなんですけど、はい、いや、一番と言っていいぐらい本当に美味しい。お上手ですね、さすが。いや、はい。ここには旬の野菜が並ぶ選果市場、焼きたてパンの小麦工房、スイーツテイクアウトの選果工房、レストランアスペルジュがあり、どれも美瑛ブランドにこだわっているんです。どうぞこちらです。はい、うわー、あ、美瑛米なんてあるんだね、値段も手頃。バジルなんて、そう、いい香り。あ、これは何ですか。こちらがですね、我々の自社工場で製造しております、うん、フリーズドライ商品ということになっております。はいはい、フリーズドライっていうのはですね、うん、その作物をですね、うん、凍結、はい、冷凍させます。で、真空乾燥になってますので、うん、水分をですね、消化させる、飛ばす、うん、はい、そのことによってですね、素材の形もそのままにですね、栄養もそのままということで、我々は風味を大事に、しておりますので、素材そのままの味を味わっていただけるという。これもう買ったまま、水に溶かしたりとかしないでそのまま食べれる。そうです、はい、全てスナック感覚で召し上がっていただけますね。ちょっと食べてみて。はい、どうぞどうぞ。本当だ、ドライになってる。ちょっと乾燥してる、甘い。はい、うん、固くはないと思うんですよね。全く固くなくて、はい、トウモロコシ食べてるくらい甘くて、食感も面白いですね。そうですね、サクサクして、はいはい、フリーズドライは真空状態でゆっくり熱を加えているため、凝縮させた旨味が味わえるんです。はい、ダイスミルクって何ですか。ダイスミルクがですね、うん、こちら、まあ、言います、溶けないアイスクリームといいますか、はい、先ほど食べたソフトクリームを、はい、フリーズドライしたようなイメージで、まさか、はい、ちょっと召し上がってみてください。まさか、さっきのソフトクリームの味とまんま一緒ってことですよね。そしたら生乳は、はい、もちろん美瑛産の生乳を使ってます。え、本当に。何かこう懐かしい味というか、うんうんうん、はい、なんか
ふ菓子というか、はい、あでもちゃんと濃厚で、そうですね、うん、クリーミー、はい、こちらも本当にあの地元のね、うん、あの保育所だとか幼稚園のお菓子、おやつにもなったり、あのお子様から、はい、あのスイーツ感覚で食べれますね。そうですね、はい、いやすごく美味しい、はい、このダイスミルク結構感動しました。本当にこうミルクそのまま食べてるような感じですね。素材の美味しさをぎゅっと閉じ込めたフリーズドライ、美瑛の魅力を味わえる人気のお土産になっています。わあすごい、ここ緑いっぱい広がってるね。空が高いしすごく気がいい感じがする。ここはご自宅ですかね。手作り木製品、こんにちは。はい、いらっしゃいませ。あ、どうぞ。すごい素敵、ありがとうございます。これどうぞ。全て木ですよね。そうなんです。手作りの木工芸品を展示販売している木ひか、天然の木の色合いを生かした作品が人気です。階段も木になってる、はい、これは階段から上は主人が全部手作りなんですよね。これ全部手作りですか。2階はそうですね、す作品はほとんど主人が作ってます、はい、こんな感じなんですけども、素敵すぎる。ありがとうございます。うわ、ここに毎日いるんですよね。はい、見てこれ、額縁から絵を覗いてるような贅沢ですね。夏になるとまたこの麦、はい、とかが黄色い色に変わるので、またちょっと見た目が変わりますね。じゃあこの緑一面見れるのは今だけ。そうですね、あとこの畑が毎年同じものを植えないので、うん、毎回ここからの景色が毎年違いますね。ちょうどいい日だと思います今日。いや、はい、なんか私ここに来れただけで本当に幸せ。なんか本当にすごく気がいいっていうか、疲れた心が癒されるという。24年前に移り住んだ脇坂さん、この場所だと決めるまで2年かけて美瑛を見て回ったそうです。すごいね。いやなんか羨ましいな、こういう生活。お客様が気に入ってメインで購入してくださるのは美瑛の風景の、あ、本当だ、はい、額の絵なんですけれども、これだいたい1枚どれぐらいかけて作るんですか。そうですね、これは1枚1枚仕上げるのではなくて、はい、例えば空の部分ですと空、丘の組み合わせですと丘の組み合わせというふうに、うん、ロットを組んで作るんですね、うん、なので作り始めから作り終わりまでだいたいなんですけど1ヶ月ですね。でこの風景は全て美瑛に点在している実際の風景ですね、うん、見られたことあるかもしれない。こちらが一番分かりやすいですかね。ケントメリーの木という名前が言ってます、ね、言ったよね、スカイラインという車の時に使ったコマーシャルの、そうですね、はい、でこちらがセブンスターとマイルドする、こちらがタバコ のパッケージで、はい、使われて、3本あるこちらが親子の木。これ見たことない。あ、そうですか、はい、なんだろう、木ってすごくこうこれ癒される。そうですね、これ着色一切してないんです。え、他のこれもともと木の色なんですか。そうなんですよ、はい、色もつけてない。そうなんですよ、なので同じものはできないので、うん、一点一点が一点毎回一点ものになってしまいますね。あ、何これすごくかわいい、なんか、はい、もののけ、はい、ジブリの世界に出てきそうなそうですね、はい、作品が出来上がって名前をつけなきゃいけないんですけれども、これは鼻がこう長いのでノーズマンっていう名前をつけてますね。ノーズマンっぽい、ちょっと癒されるかと思います、うん、ちょっとほんわかしますね、はい、お家には飾りたいな、はい、これも自然の、これもこの色ですか。自然の色なんですよね、こういうところ。これもですか。そうです、そうです、はい、木っていろんな色がある。そうですね、これなんでピンク色、空がピンク色、はい、これは冬の夕暮れですね。ここから撮った風景が多いですかね。この辺ちょっと場所はちょっと違う。これはどこですか。これはすごい、あの辺を写してるので
でもここから撮ったそうですね、はい、朝もやですね、はい、でも24時間いないとダメですね。泊まらないとダメですね。でも泊まりたいっていう方多いんじゃないですか。ペンションやらないんですかって聞かれますね、うん、あと入ってこられてお食事できますかとか、うんうん、はいや、ね、この風景見ながらご飯食べれたら幸せですよね。お帰りなさい。あ、ご主人ですか。初めまして、女性スタークティキという番組でお帰りなさい。お邪魔しています。ご主人のたくまさんに工房を見せていただきました。こちらはもともと馬小屋だったそうですよ。こんな機械だけなんですけど、まあ、ここが工房ですね、はい、わすごいいろんな器具が。もともと東京にいたんですけど、はい、で東京にいてちょっと海外に放浪に行った後に東京に就職するのは嫌で、うんうん、それだったらもっと田舎の方がいいなと思ってたまたまこういう場所が見つかったんで、うん、それとああヨーロッパじゃないとか言って、ね、確かにヨーロッパだと思って、毎日景色が変わるから、うん、行き帰りの通勤でも今日ここの山が綺麗だったな、どここの夕焼けそこに見えますので、はい、今日の夕焼けは綺麗だなとか、月がこんな大きいと大きい満月の時はすごい山もここから見えますしね、それだけが楽しみで、それが作品にも生きてきたかな。やっぱ涼しいね。ちょっと林の奥に行くと、わあ何コテージみたいなレストランがありますよ。かわいいね。林の中に佇むレストランブランルージュ、地元食材を使った料理がいただけます。こんにちは。いらっしゃいませ。すごい素敵。お邪魔します。はい、いらっしゃいませ。いいね、また緑を見ながらご飯をいただけるなんて。うわすごい、目の前がもう緑だよ。16年前にオープンしたレストランブランルージュ、じゃがいもを使ったさまざまな料理がいただけるんです。きた、いい香りがする。お待たせしました。はい、はい、どうぞ。美味しそう。これはビーフシチューですか。ビーフシチューになります。すごいいい香りですね。 ありがとうございます。あとジャガイモを使った料理は、はい、これが冷製のポタージュ、はい、ビソワーズになります、ね、ビソワーズ、はい、とジャガイモのグラタン、はい、グラタンになります。ドフィノワーズと言います。ドフィノワーズ、はい、ドフィノワーズ、はい、フランスの田舎料理になりますね。あ、ドフィノワーズはフランスの田舎料理なんです。はい、じゃあ早速いただきたいと思います。まずは、ビソワーズから。はい、すごいサラサラ。うん、甘い。じゃがいもの甘さが際立ってますね。じゃがいもが北あかりという品種を使っているので、うん、甘みが強い品種になっております。北あかりっていうのはこの辺りの地域なんですか。あ、北あかりというじゃがいもの品種になりますね。じゃがいもの品種、はい、美瑛産のじゃがいもになります。すべて美瑛産なんですか。じゃがいもは全部美瑛産です。本当見た目からしてじゃがいもぎっしりですね。はい、まだこの方は北あかりとメイクインのブレンドになっております。ブレンドミックス、ミックスですね。北あかりの方が甘くて、メイクインのはちょっとねっとりする感じですので、はい、グラタン向きという感じでありますね。うん、あ、ごめんね、あ、食え。うん、なんかじゃがいものコクがあって、噛むほどしっかり味が出てくるというか、はい、あ、うん、なんかブレンドしてるの分かります。あ、はい、食感がね食感が違うの、ホクホクしてるのとちょっとねっとりしてる感じが2つあるかと思います、うん
なんかこう、そうですね、両方欲しいですね。あ、はい、ありがとうございます、うん、美味しい。またあれですね、この自然の中で食べると、あ、そうですね、なお美味しく、 美味しく、はい、感じるかと思いますね、はい、うん。そしていよいよビーフシチュー、はい、ビーフシチューはここの定番メニューなんですか？そうですね、一番人気がありますね。一番人気、はい、あ、結構もうホロホロに、はい、柔らかくなっております。もう触っただけで分かる柔らかいのが。これはもう絶対美味しいでしょう。いただきます。うん、とろける。いや、柔らかいですね。 ありがとうございます。4時間、5時間ぐらい煮込んでますので、うん、はい、あのかなり柔らかくなってるとは思います、うん。こちらの方は、メークインを使っております。はい、メークイン、またこの煮崩れがやっぱりしづらいので、あ、はい、メークインの方を使っております。札幌とか、はい、十勝ではなく美瑛を選んだ理由は何ですか？はい、あのやはり景色が素晴らしいのと、うん、気候が素晴らしいというところ、それと食材が非常にあの温度差が激しいので、うん、美味しい農作物ができるというところで、うん、気に入ってこちらの地にレストランを開きました。美瑛町の愛久はファームズ千代田ふれあい牧場のガイドさんと巡るツーリングに出発。美瑛に詳しいガイドさんがビューポイントを案内してくれるんです。サイクリング、わわわ、この一本道がまたいいですね。そうですね、虫の声が聞こえる。美瑛はやっぱり夏の季節が楽しいですか？そうですね、夏限定になっちゃうかもしれないですね。けど秋は来て農作物がたくさん見えたりとか、はい、こちらに見える景色も他ならではです。これもすごい手前の茶色と緑とのコントラストですね。丘、丘、丘、ここら辺一体そんなに有名な木はないんですけど、うん、まあ一本だけで立ってる木があって、その人がどのように見えるかによって変わるんじゃないですかね。あ、そっか、はい、なんか親子の木とかマイルドセブンの木とか、はい、いろんな有名な木がありますけどね、はい、ここら辺で命名された木はないんですけど、ね、ですからご自由につけていいと思います。何にしようかな、女子スタの木とかさ、ほらね、いや気持ちいいですね、風が。そうです、風も気持ちいいですし、こちらの風景もまた。これは何を育ててるんですか？これは、小麦ですね。麦、はい、小麦粉、小麦の産地ですね、美瑛は。目の前一帯緑だ。はい、あの一本の木も素敵だと思いませんか？あれなんか名前があるんですか？ありません。ないんだ。はい、アイクの木。